こんにちは、にじこです。これは2019年1月の風さんですね。4年以上前ですね。5年近く前かな。ちょっと振り返りの昔の風さんのお写真からいろいろ載せてみました、今回。はい。そして昨日はね、その3年前の風さんの伝説の武道館ライブのことを話したんですが、もう皆さんのコメントがね、本当にこのライブの絵の思いとか、この時の風さんのこととかも、皆さんの感動がもういっぱい溢れていてね、私も読んでいてなんか感動しちゃいましたけれども、もう本当だけど、あ、そっか、あのライブって5000人だったんですよね。行けたの5000分の1だったんだ私と思って、でコメントくださった方もほとんど行けてない方で、まだ知らなかったとかね、だから、あ、私すっごい貴重な体験をさせてもらったんだな、なんてこともしみじみ思ってですね、だから改めてね、その時のことをお伝えするしたことで、なんかちょっと嬉しかったですっていうコメントもいただいてね、なんかもっとなんか丁寧にお話しすればよかったなって逆に思っちゃったんですけども、はい、なんか本当に皆さんも書いてたけど、これがね、デビュー初のライブとは思えないって、本当そうですよね。デビュー初のライブが武道館ってとこからして、まあ、ちょっとね、異質というか、もうすごいんですけどね。それで、今日はですね、そんな風さんへの毎日あふれ出るこの感謝の気持ちを、なんかもうどうしても話したくてですね、それできっと皆さんもそうなんじゃないかといつもコメントいただいてて感じるので、そんな会にしようと思いました。はい。で、その前に Working Hard 1000万回超えです。すごいですね。最速じゃないですか。もうほんとすごい。やっぱりどんどんこう世界へ広まっているっていうの分かりますよね。そして日本国内でもやっぱりそれでもまだ知らない人いるから、やっぱりドラマの影響も大きいだろうし、なんかまたまたこう大階段をね、こう一個登るっていうか、1個も2個も3個も登ったっていう感じがしてね、本当嬉しい限りですよね。ね、これ成人式の時の風さんですね。これお友達と風っていう文字を描いてるんですかね。はい、なんかね、いいですね。人気者ってのが分かりますよね。でも本当にね、私も振り返ってみて、もうなんかあっという間のこの3年半ぐらいだったなって思うんですけども、この3年半がもうなんか大げさじゃなく、私の人生の中でめちゃめちゃ濃い3年半で、それは風さんという人を知って、もうなんか大好きな風さんのね、音楽を聴ける姿を見れるっていうので嬉しいももちろんあるし、あとその私のその生き方が変わったっていうね、人生が変わったっていう、それがねすごいんですよね。そのきっかけをくれたのが紛れもなく風さんなんですよね。そういう方すごく多いと思うんですけども、なんかね、それをねいつも思うたびにね、この恩恵をどうお礼を言えばいいのだろう、どう返せばいいのだろうっていつも思うんですよ。で、あ、これね、誰もが自分、あら、消えちゃった、なんだったっけな、誰もが、自分自身をちっぽけで取るに足らない存在だと感じる時があるはず。でもそのうち分かる時が来る。私たちは美しく素晴らしく作られている。レア・スミスさんによる文字通り、美しく素晴らしく作られた、勇気づけられる、残念ながらあまり知られてない歌ということで、風さんがインスタの中で歌ってたんですけど、もうちょっと通り過ぎましたけど、ビューティフルメイドっていうね歌でね、
だからこういうメッセージをいつも風さんは伝えてくれてるんですよね。ちっぽけで取るに足らない存在だってね、みんな思ってるでしょ。でもね、そのうちわかるよ、私たちはみんな美しくて素晴らしく作られてるんだよ神様に、っていうね、こういうことをいつもいつも伝えてくれるんですよ。で、常に自分を愛して、他者を愛して、全てのもの、全てのこと、万物を愛するっていうことを伝えてくれてるんですよね。で、インスタのそのさりげないカバーでもね、伝えてくれてるんですよ。で、本当にね、そういうメッセージね、いつもくれるじゃないですか。そしてライブに行かせていただくと、ライブの MC でも生きることは諦めんでくださいとか、幸せになってくださいとか、自分を愛してとかね、本当に一緒にもがいていきましょうとか、常に常にそういうことを伝えてくれて、で、一緒に、自分を愛さないとダメだよとか、もがきながらそれでも頑張って生きていくんだよとかっていう、なんかそういうちょっと上からなね、そういう言い方もあると思うけど、そうじゃなくて、いつも自分を愛していねって、で、一緒にもがいていこうっていう、こういつもこう並列な感じっていうか、こう一緒に横並びで、わしも頑張る、わしもまだまだやっていう感じでね、こう常にこう寄り添ってる感があってね、それがまたねすごいなって思うんですよ。自分をみんなよく見せたい、なんか人よりも上に見られたいとか、そういう欲望ってどうしても出てきちゃいがちだと思うんですけど、そういうのが一切なくて、別に何て言うの、自分は本当に単なるツールっていうふうにね、時々風さんも言うけど、本当にそういうふうに思っていて、単なるこう筒であると、こう上から降りてくるものをみんなに伝える筒、道具みたいな。だからその道具をちゃんとピュアにきれいにしておかないと、ちゃんと降りてきたものをみんなに伝えられないからって、自分を律してるんですよね、風さん。ピュアでありたいって、もうピュアですよ、本当に。もうこんなピュアな人いませんよって思いますけどね。だからその常にね、その自分を律して、あ、これはね、誕生日が何個あってもいいじゃないって、生きながら生まれ変われるんやでっていう、これはデビューの時のコメントでね、2020年1月24日の、そう、生きながら生まれ変わるっていうね、この言葉も私はすごいなと思ったんですよね。本当にそうだと思います。生きながらでもいくらでも生き返ることは、生き返るじゃない、生き直すことはできる。あ、これは Thank you。 時々いかに幸せであるかということを忘れてしまう。だからありがとう、ありがとう。で、この感謝の気持ちもいつも忘れないっていうのもね、謙虚だなと思うんですよ、本当に。あ、これは里翔ダンスなんかね、このオリジナルでもね、私はこれ好きですよ、かっこいいと思いますよ、ね。そうそう、だからね、常にそうやって、その感謝の気持ちも忘れないようにっていうんじゃなくて、自分自身が感謝を忘れないように、ありがとう、ありがとうっていうふうに風さん自身が言うことで、それを見て私たちも、はって、あ、そうだ、感謝忘れてたなとかね、そうやって思い出させてくれるんですよね。で、これは優しさの時の解説動画でね、互いに優しくすることは諦めないでって、あ、これシンデレラに感動したって、こんな風に優しくて強くて純粋な人が大好きじゃし、わしもそんな風に生きたいわ。それをつまらんと思って嫉妬する人が出てくるかもしれんけど、気にせんでええよ。この映画の中で何回も出てくるセリフの通り、勇気と優しさ、そしてほんの少しの魔法を忘れないで。あと、この映画を22歳の男に勧めてくれ、おすすめしてくれた66歳のおとんにも感謝、笑いってね。お父さんがね、これを見ろと勧めた22歳の息子に、で、それを素直に見た、そして感動した、そしてみんなにシェアしてくれた、素晴らしいね。この時みんなでね、これね
見ましたね。400円払ってアマゾンプライム400円でした。うん、でも感動しました本当に。うん、勇気と優しさ、そしてほんの少しの魔法ね、いいなこれね。それで純粋にね生きること、それをねつまらんと思って嫉妬する人もいるかもしれないけど、気にせんでええよって、そう、周りが何を言ったってそんなこと気にしなくていいんだよっていう、これも心強いメッセージですよね。うん、どうしたって周りの目を気にしちゃうじゃないですか。だけどそんなの気にすることないよって、優しくて強くてピュアであることが大事なんだってね。本当に、いや、お父様も素晴らしいし、本当このメッセージも私すごいなと思った。うん、でやっぱりシンデレラを見て、さらに、あ、もう本当シンデレラって強い人だなって、強くて優しくてピュアだなと思ったし、あ、本当こうありたいなって私も思いましたよ。うん、優しさは強さって風さんは言ってたけど、本当にそうなんですよ。本当に優しい人って強いんですよね。うん、だから何言われようが何されようがめげない、うん、ね、お釈迦様も悪口言われてもそれを受け取らなきゃいいと、でお返しすればいいって、そしたら言った人のものになるからね。うん、なんかそんな風なね、ちょっと高い視点で物事を見れるようになるとね、いいなって本当に思います。うん、でも本当こういう風にね、いろんなところで、インスタでも、まあ、ツイッターやってることは時はね、ツイッターでもさりげなくこう一言二言でメッセージをくれるんですよ。でそれもなんていうのかな、答えを出すっていうよりも考えさせるっていうかな。うん、なんか例えばリゾのタイトルなんだっけ、チェックマイネイル、これタイトルじゃないよね、チェックマイネイル、ほら あるでしょ、歌、あれはライブの前の曲だったんですよね、最初の頃ね。であれがまたね、その振られた女の子への励ましの歌みたいになってるんだけど、もういつまでもぐじぐじしてないで、そんな男のこと忘れてさ、前を向いて、そのでっかいお尻を上げて先進もうみたいなね、めちゃめちゃ励まされる、元気になる歌なんですよね。でリゾ自身がまた、風さんもリゾ大好きなんだけど、すっごいもうダイナマイトバディで、それでド迫力で、もうものすごいエネルギーなんですよね。私もああいう人大好きですけど、なんか渡辺直美ちゃんとダブって、渡辺直美ちゃんも大好きで、私も本当になんか自信に満ち満ちてるんですよ。だからもうなんていうのかな、どうであれ自分がどういう意識でいるかで自分の人生決まるんだよって、私も今本当それ思ってるんですけど、風さんも何かとそういうことを伝えてくれてるなって。だから人と比較してなんか落ち込んだりとか、なんか自分なんてとかね、ダメダメにしたりとかするけど、で そういうふうになりがちなんだけど、その時に私はね、祭りを聞くとね、ものすごいあれで正位置に戻れたんですよね。戻れたって過去形じゃない、今もそうなんですけどね。うん、だからそうやって歌にね、そのちゃんと大切なものを込めてるってところがね、意識的か無意識か分かんないけど、本当すごいなと思ってね。でこういうのもやろうかなって一時思ったんだけど、こんな時はこの曲、こんな時はこの曲みたいな、風さんの歌の処方箋みたいなねそういうのありません？こんな気分の時はこの歌 がいいなとか、うん、なんかそういうのがあってね、本当にものすごいなんかドーンって落ちた時はグレース、グレースでめちゃめちゃ救われたっていう経験が私もあるんですけども、割と最近そういうのねありますよね、きっと皆さんもあると思うんですけど、それでね、そうそれでいろいろ見てたら、海外の人のコメントでもね、風さんはね、神から人類への贈り物っていうメッセージがあったんですよ。やっぱりね、思うんですよね、そういう風にね、うん、思いますよ。だってもうどれだけそのなんだろう、もうこの風さんの姿見てるだけでもなんかホッとするし、なんか整うっていうのかな、風
風さんの発する周波数に自分も合わせていくみたいな感じになったり、発するオーラにこうなんか癒されるっていうような時もあったりで、歌もピアノもその、まあ、単なる歌単なるピアノじゃなくて、なんかそこにやっぱり魔法がかかってる感じがあるんですよね。ほんの少しの魔法がね。だからなんかもう包まれるような感じ、こう大丈夫だよって言われているような感じっていうのがあって、焦ったり不安になったりイライラしたりみたいな時に風さんの曲を聴いたり歌を聴いたりすると、あと言葉を聞いたりすると本当にほっとして、うん、なんか正位置に戻るんですよ。ゼロポイントフィールドに戻るんですよね。そういう風に感じてる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、こんなすごいことあるって思ったんですよ。こんないとも簡単にね、この落ちた気分をまた戻してくれる、上げてくれる、そして優しい気持ちを思い出させてくれる、愛を思い出させてくれる、なんかね本当生き方のいろんな指南をしてくれるんだけど、全然その本当にその教えてるとか偉そうなとこみじんもなくて、こんなに自然にさりげなくみんなに浸透させるっていう、もう魔法だなと本当に思うんですよね。うん。そしてもうありがたいしかないんですよ。もうありがたい、ありがたいしかなくて、もずっと3年前からもうなん言葉が出てこないんですよね。もうこの私の溢れるこの感謝の気持ちを、感謝の気持ちっていうのだけでも足りない感じなんですよね。この私が今世生まれてきてもう半世紀以上経ったけれども、そこへ来て出会った風さんによって、本当の意味での今世での生きる目的っていうのを気づかせてもらったし、そして勇気ももらったし、なんかその癒しももらったし、前に進むその原動力ももらったし、本当にもう、うん、もう風さんいなかったら、いやもう絶対今の私はいないなって確信できるんですよね。うん。もうどうしたらいいんだろう、この感謝の気持ちをって本当にねもう思うんですよね。それでライブにもね何回も行かせてもらって、私は9回も行かせてもらったんですよね、なんやかんやで。それで1回はもう真ん前で最前列で見るという夢も叶い、うん、なんか幸せな時をいっぱい過ごさせてもらったなって思うんですよ。で DVD ブルーレイもいっぱいね作ってくれたおかげでお家でも楽しめるし、とにかく気分よくいられる以上に大事なことってないと思うんですよね。私たちが気分よくいられたら争い事なんてしようと思わないし、もう嫌でも自分が気分よかったら周りにも優しくなっちゃうんですよね。ってことはもう平和な世界ですよ、世界平和ですよ。うん、もう大げさじゃなく私はそう思うんです。もうなのでね、このもうなんか風さんは本当にこの世界を、地球を癒しに、みんなに愛を振りまきに、本当にでこう出現してくれたんだなみたいにね思うんですね。うん。で全然こうなんかこう、うん、売れてやるとかなんか有名になるとかなんかそういう力みもなく、ただそこにいるだけでそういう役割を果たしてくれるっていうね、もうやっぱりそういう、うん、もうねブルーレイ見てるともう最後ラスト、武道館のラストはもう天使の風さんじゃないですか。
あれはもう天使以外の何者でもないです。でも風さんには天使がいっぱいついてるみたいです。ついてると思います。私も変なこと言うと思うかもしれませんけど、全然変じゃなくて、守られてるからこそいろんなミラクルが起きて、いろんなことが大成功して、私たちみんなに、カゼタリアンに幸せを振りまいてくれてるんだなって思うんですよね。もうね、キリがないし、支離滅裂、時系列も何もあったもんじゃない。もっといろいろ話したいことあったんですけど、もうキリがないので、皆さんもね、きっと風さんへの思いがいろいろあると思うんですよ。なのでそれをぜひね、こちらのコメント欄にね、書いてみてください。で、書くことによってね、その思いっていうのは伝わるんですよ。その別に風さんに直接言うとか見せるとか、そういうのがなくても、思いって絶対届くんですよ。その細かい言葉がとか、そういうことじゃなくて、愛が届くってことです。私たちの愛が届く。で、それって風さんにとって絶対マイナスにはならないじゃないですか。応援のエネルギーになると思うんですよ。だからやっぱり大好きな風さんには、これからもどんどん世界で活躍してほしいし、そのための応援になる愛のエネルギーをたくさん送るという意味で、皆さんもしよかったら書いてみてくださいね。本当にね、ありがたいですよね。そしてそばで支えてるズッツさん、コバさん、あっての風さんですよ。うん、チーム風の皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。もう本当、言葉がこれ以上出てこない自分が歯がゆいんですけども、ということで感謝の配信です。皆さんもよかったら書いてください。本当に風さんありがとうね。はい、ありがとうございました。ではまた。